皆さんこんにちは、ババロアの館へようこそ。ミンです。はい、新コース来ましたね。 RMX バニラレイク2が走っちゃってるんだよね、ということでデータが破損してて開けないみたいな感じになっちゃったんだよね。かなり撮ったのにそう、新コース2つ走ってプラススコア上げもしてって感じだったんだけど、まあ、ついでに花ちゃんも購入しました、その動画では。だけど編集ができないんだよ、動画開けなくて。なのでやり直しもできないから、先に進んでチケットを使ってここ走っていきます。まあ、ちょっと前振り長くなっちゃって申し訳ないんですが、まあこういう風にね走っていきましょう。先にやっておけば後々楽かな。うん、しかもね、来週なんですよね、ぴったり来週の今頃が引っ越しです。ということで、まあ来週はね時間が全然ないから、まあ今のうちにやっとくっていう風なのもありなのかな。でも、まあ、来週の今頃には新しいコースがあれになってるよね、今週のコースみたいになってるよね。もうなんでこんな時に待って取れなかったの、ちょっと辛いかもしれない。私のお尻何にもないからね今。まあ、とりあえずここを走るだけ走って、で楽しむだけ楽しんで、また私は引っ越しの準備にねかかりたいと思います。え、全然進んでないよ、やばいっしょまあ今ね進んでるのだいたい6割ぐらい。でも1週間前で6割どうなんだろうね、全然進んでないのかな。うん、まあ、でもさ、仕事もねしつつ結構頑張ってる方なんじゃない。収録に至っては、え、待って、2回目なんだけど、これ。そこ飛びすると、通り飛びれるの最悪。え、なに？ほぼさ、ハテナボックスなしで走ってるようなもんでしょ、今。ちょっとやらかしすぎじゃない？まあ、大丈夫、大丈夫。ここにあるから。で、ここ壊して、ある程度の加算を狙っていくみたいな。そんな感じでいこう。で、こっち側にあるこの子たちも欲しい。からの最後に、はい、ターボ入れて、フィニッシュ。よし、では次は RMX バニラレイク 2X 走っていきましょう。もうジャンプジャンプがたくさんできるようなコースかな。ストレス発散できるといいな最近さ、いろいろ根詰めすぎて、ストレスの発散もねあまりできていなかったから。まあ、でもね、結構なんていうの、買い物でストレスを発散するっていうかさ、もうこの新居行くっていうのに伴って、まあ、いっぱい買い物はしてるわけですよ。これがいいかな、あれがいいかなとかっていうので、だからまあそれなりにね、まあ、そこまで溜まってはいないと思うんだけれども、でもさ、やっぱりねこうやってねみんなにお話ししてストレス発散するとかっていうのがね、やっぱ違うなって思うよね。内側からのストレス発散とさ、外側でのストレス発散、振りの違いみたいな感じかな。いや、話すのってさ、めちゃめちゃ好きだからだから長電話とかね、いつも友達としてるんだけど、でもね、それもね最近はできていない状態なんだよね。忙しすぎて時間が取れない。だからみんなにこうやって話しかけてる、一人でモニターに向かってスマホいじりながら、スマホじゃなかった、なんかパッドだった、あ、そうそうそう、今月さ、多分あれだよね、新しい iPhone の発表来るよね。ちょっと待って待って待って、そこでナイス、そこでよかった、ブレー来るよね。そう、新しいさ15がどんなのなのかなとかちょっと気にしてて、まあ、よければねまた買い直そうかなみたいな、そんな感じでございます。で、引っ越しのね、最近びっくりしたことなんだけど、フィニッシュタイミングよね、話のラスト RMX バニラレイクに RX 花ちゃんの出番。うわ、待って、何も持ってねえじゃん、まあ、いっかそう、最近ね新居の鍵はもうもらってて、もう半月前とかに鍵くれたんだよ、早すぎるじゃん。でも契約自体はね、その14の木曜日、来週だから、それまでは入っちゃいけないわけですよ、まあ本当はねなんだけど、まあ、でもね、バルさん宅ぐらいいいだろうと思って、その不動産屋さんもね結構まあ、何年もお付き合いのあるところですから、だからさ、まあ、いいだろうって思って、でバルさんね、どれがいいのかなっていう風に、うわ、いいね、
たか。本当は今週のやつで欲しかったな、このフィーバーは。そう、ないかなって思って見たらさ、水でやれるみたいな、そういうバルサンがあるみたいで、でなんか今までだったらさ、一回床拭いてとかもあったと思うんだけど、まあ、それも不要みたいな。まあしますけどね。まあなんだかんだ一回はするけどさ、よし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 いいぞ今の。なんだけど、まあでもそういう風なのがあるから、まあ、それをね、あの4個くらい買って、で、まあ一回部屋にやったわけですよ。で、まあさっきさ、買い直したんだけど、買い直すっていうか買い足した。まあそれをね、また入居数日前にやって、みたいな。まあ、空き家にはね、どん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 虫は来るから。でそれが一番怖くて私。でそれがね、一番めんどくさいかつ怖いのよ。本当に。だから、バルさんの水タイプをやって、みたいな。でそうすればハムちゃんたちにも、あんまりね、被害はないのかなと。で、ハムちゃんたちは、その、入居4日目に連れてく予定でございます。ある程度ね、家のものが揃った方がいいのかなって思ってて、その刺激を与えないように引っ越しもね、していきたいと思っております。はい、ということで、今回は、この収録ミスのおかげと言っては何なんですが、まあ、チケットを使って、他の新コースをね、見ることもできました。まあ、相変わらず涼しそうだね。なんか夏にぴったりな感じの、あ、避暑地っていう感じのさ、コースなんだけど、まだでも全然ね、9月は暑いので皆さん、水分、塩分補給して倒れないように頑張ってください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。